と優勝はゼッケン5番平井プロジェクト with アッシュ森川貴光選手、おめでとうございます。第2位ゼッケン1番、こちらも平井プロジェクト with アッシュ船橋博則選手。第3位ゼッケン12番アッシュ藤井和也選手、おめでとうございます。第4位はクラブラボ久富圭選手です。あ、そっか。第5位ゼッケン20番アッシュ伊木明人選手、おめでとうございます。見事優勝の森川選手には、そして第2位の船橋選手、第3位の藤井選手にシャンパンが贈られます。どのようなシャンパンファイトを見せてくれるのでしょうか。ご準備よろしいですか。それでは参ります。シャンパンファイトお願いします。掛け合いが始まりました。バトルも激しかったんですけれども、シャンパンファイトでも見事な攻撃を見せています。もう一撃に並んで背中に入れ合うというね、見事な前代未聞の光景を見せてもらいました。さあ、それでは優勝を獲得しました森川選手に賞金の2万円が贈られます。おめでとうございます。そして選賞のトロフィーも贈られていきます。おめでとうございます。嬉しい嬉しい、悲願の優勝となりました森川選手。予選でのトラブルを抱えながらもマシンを修復して決勝を見事まとめていきました。森川選手優勝、第2位は船橋選手、そして優勝をしました森川選手トリプル K 賞も贈られます。トリプル K のスプロケットを使用しておりました森川選手にトリプル K 賞、そしてデブちゃん賞が贈られます。デブちゃん賞はチーム平野大谷拓実選手、おめでとうございます。今回から SS クラスへステップアップをしましたデブちゃん賞が贈られました。大谷拓実選手、おめでとうございます。それでは勝利者インタビューです。森川選手にお話を伺いたいと思います。おめでとうございます。いかがでしたか本日のレースは。予選でちょっと飛んでしまって、あ、今日きついなと思ってたんですけど、昨日細かくセットアップ変えたんで、ですごいいいセットが見つかってたんで、自信持って決勝は行くことができました。昨日のセットアップから本日何か変えたんですか。いや、もう昨日で、出し切って、でもうマシンはバッチリ決まってたんで、もうあとはちぎる自信はあったんで、そのまま行きました。予選でもトラブルがありましたけれども、そこから行く自信はあったんですか。ありました。またちょっとスーパー SS で怖いクラッシュがあったんで、スタート前はものすごくなんだろう、怯えながらスタートしたんですけど、まあ、でも始まってしまえば自分のペースで自分のレースを主導権握って作ることができたんで、もう完璧な勝ちだったんじゃないかと思ってます。ありがとうございます。見事な優勝となりました森川選手にお話を伺いました。改めてご紹介いたします。優勝は森川貴光選手、第2位船橋博則選手、第3位藤井和也選手、第4位久富圭選手、第5位伊木明人選手、そして大谷拓実選手にはデブちゃん賞が贈られました。おめでとうございます。